第50回プライムタイムエミー賞は、テレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで、1997年6月1日から1998年5月31日までに、アメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である。受賞式は1998年9月13日に、カリフォルニア州ロサンゼルスにある、 シュラインオーディトリアムで行われた。1975年に続き、史上2回目の司会者不在の受賞式となり、アメリカでは NBC が生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は先行して8月29日に発表された。主要部門の最多ノミネートは ER 緊急救命室の急部門で、 ザ・プラクティス・ボストン弁護士ファイルが8部門と続いた。主要部門の最多受賞は、そりゃないぜ。フレイジャー、ジョージ・ウォレス、アラバマの反逆者、NYPD ・ブルー、ザ・プラクティス・ボストン弁護士ファイルのそれぞれ3部門だった。ドラマシリーズ作品賞のノミネートがすべて、ネットワーク放送局の番組であった最後の年となった。受賞者は、各項目最上段に、 太字のものである。なお、カッコは、アメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は、主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。数字は、主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。ありがとうございます。